エントリー2K20 搭載スプーンフィット。コンパウンドがちょっと固めなんですけれども、あまり柔らかすぎても車体とのマッチングっていうのもあると思うので、ちょうどいいところに収まってるとは思います。ダンパーの減衰だけちょっといじるぐらいで、特に大きな変更はしてないですね。ドリドリからインプレッション、さあどうか。いいね、結構いいよ。外から見ても羽はない。タイムは27秒105。このチェックだんだん慣れてきた。アクセルの踏みっぷりからもその気持ちよさが伝わってくる車だ。慣れてきたぞ。ギャップも怖くないぞ、この車は。いいぞ。跳ねないから安心。オリダーの印象はどうか。結構曲がるよ。曲がりスタイヤ。ノブはあまりにもいいためインプレ全開区間は無言で走行。足の動きとかこのハンドリングとか最高だよ。この乗り心地とかこのエンジンの使用も超いい。タイヤだな、タイヤチョイスを変えればもうこの車素晴らしくいい。